失敗を恐れず新しいことにチャレンジできる、そんな職場になるように若手たちをリードしていければと思っております。春日井拠点は換気扇や熱交換器ユニット、空間除菌脱臭機といった空室に関わる商品の製造を担っております。私はグローバルプラットフォーム開発センターの空間ソリューションズ開発課に在籍しております。この課ではリブートスペースといったもので空間ソリューションを事業化することを行っております。私は係長として空間ソリューションを実現するために個室ブースやエアパーテンションテーブルと、そういったものも開発しておりまして日々活動をしております。私は大学時代にテラヘルサ技術の応用という研究を行っておりました。その中で信号処理技術というのを学んでおりましたので、それを活かせるセンサーデバイス開発に興味がありまして、その中でパナソニックと出会いました。パナソニックに2010年に入社いたしまして、福井工場でセンサーデバイスの開発というのをしておりました。その中で社員向け製品だということもありまして、品質に対して非常に強いこだわりがあることを感じました。それから今の空室空調車に在籍しておりますが、その中で様々な商品、また素晴らしい力を持った様々な人と出会い、みんなの力を合わせることで非常に素晴らしいことができると確信しております。今回エアロゾルを抑制するエアパーテーションテーブルと、写真の臨場感を演出する風が出る写真という2つのアイテムに関わらせていただきました。まず風が出る写真の方は、写真のイメージを崩さないというところで、風が出るスリットを可能な限り見えなくする、そういった工夫が必要であったりですとか、エアパーテーションテーブルは京都グラフィーの設置する場所のイメージを崩さないようにデザイン性にこだわり、使い勝手のいい棚等を設置するための構造を検討といったことが非常に工夫した部分としてあります。実際に設置して京都グラフィーの関係者の方々に見ていただきましたところ、想像以上だと非常に喜んでいただけました。それを見て我々も非常に嬉しく感じました。私は2年前に空間ソリューションズ開発部に移動してまいりまして、これまでにない新しい商品お客様に提供するというところで、わからないことだけといったところが非常に難しいところであります。その中で仮説を立てながら検証していくといった活動をしていきますが、内部のメンバーだけでなく外部の方とも密に連携していくことで、周知を集めた非常に良いものが出来上がっていくと感じています。オフは7歳の長男と4歳の長女と一緒に公園で遊ぶことが日課です。2年前に春日井に引っ越してきたということもありまして、愛知県の様々な公園に遊びに行くのですが、初めて行くところばかりで非常に刺激的で楽しく感じています。空気の力を使ってこれまでお客様が当たり前に思っていたことを壊し、新たな価値をお客様に提供していきたいと考えております。空室7要素を使った空間ソリューションを開発していくことでそれができると信じております。空室7要素を使った空間ソリューションがパナソニックのビジネスとして当たり前になっていると考え、そこからさらに新しいものをどんどん生み出していける、そんな人になっていきたいと思っております。そのために失敗を恐れず新しいことにチャレンジできる、そんな職場になるように若手たちをリードしていければと思っております。空気から未来を変える。Panasonic.